1. 海外サプライヤーの税務義務税務税総局は2024年7月19日付でオフィシャルレター第 3115TCTCS 号を発行し TikTok などの海外サプライヤーがベトナムで税務申告及び納付を行う義務について明確にしました。具体的にはは TikTok 社は 2021年9月29日付財務省の通達第80万 2021TTBTC 号に基づきベトナム国内での税務申告と納税を電子情報ポータルを通じて直接行う必要があります。2VAT の申告と控除の条件企業が TikTok 社からサービスを購入する際 VAT 付加価値税の控除に関して特別な注意が必要です TikTok 社が発行するインボイスはベトナム国内法に基づいた VAT インボイスとは異なり仕入れ VAT の控除条件を満たしていませんそのため企業は TikTok 社のインボイスを使用して VAT の控除を受けることができません3法人税の計算における損金算入 ベトナム企業が TikTok 社から提供されるサービスに対して支払った金額については法人税の計算時に損金として参入可能ですただしその条件としてインボイスや商標に企業名、住所税コードが正しく記載されている必要がありますまたこれらの商標には VAT の支払額も含めて計算されますまとめ SNS を活用した広報活動が増加する中 DIKTO、OK、経営者のサービスを利用するベトナム企業は最新の税務政策を理解し適切に対応することが求められます税務総局からの案内に従って正確な税務処理を行うことが企業のリスク管理にとって重要ですこのチャンネルではベトナムのニュースを発信しています 高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。